藤原康田10代の選手、ご覧になって、はい、まず2人の印象を、はい、まあ、安田選手に関しましてはね、昨年アンダー23の大会でメンバーとしてね、やってくれて、MVP も取ってですね、活躍してくれて、まあ、そういう意味では今年、かける思いといいますかね、期待というのは非常に、込めてますし、どういうバッティングしてるのかなというね、そういう感じさせてもらいました。私自身がまだまだ物足りなさを感じてて、まあ、そういう意味ではね、今年、まあ、レギュラーを決めなきゃいけないというね、そういう立場ではあると思いますし、まあ、バッティングの方でね、ちょっと飛ばせれるんじゃないかというね、はい、そういう話をさせてもらいました。そんな技術的な話はしないですけどね、もっともっと打球は飛ばせれるんじゃないかというね、と言いますね。まあ、藤原選手に関しましてはね、今年ルーキーということで、初めて、まあ、これだけね、この世界でやるキャンプで、このプロについていくというね、今そういう段階だと思いますし、ですけどスイングに関しましてはね、スイングしてますしね、非常にこう将来性というのもね、感じて、これから大きく育ってほしいなという思いです。まあ、成田投手に関しましてもね、昨年、23と日米とね、どっちも出てもらって、本人の中で、何かこうジャパンを得た、ね、経験したことでね、今年、話聞くとちょっと目の色を変えてやってるというね、話も聞いてますのでね、こう繋がってくれたらいいなというふうに思いますけど、まあ、その話もね、まあ、あとそうですね、田村選手に関しましてもね、彼は僕にどん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 アピールしてくるので、ね、はい、これは僕は嬉しいことであって、はい、いつも見てるよという話をさせてもらいました。まあ、松永投手に関しましてもね、まあ、本当は昨年日米で呼びたかったんですけどもね、故障でという部分ではね、彼もやっぱりこう左の中継ぎとしてまたダウンド度胸も、ね、ありますので、ぜひ、見てみたい投手の一人ではあるなと。これまでちょっと名前が上がってなかった中で、種市投手、去年 U23 で共に戦われたと思うんですけども、彼はどのように監督からご覧になってますか。まあ、昨年本当23でも非常にいいピッチングをしてくれましたし、素晴らしい投手だなというふうには思ってますのでね、彼も昨年のああいう経験をね、やっぱりこう今年に生かしてほしいなというふうに思いますしね、外国人投手相手に自分のボールが何が通用して何が課題かというのもね、本人の中では多分見えてきた部分というのもあると思いますけどね、そういう成長は今年も見守っていきたいなと思います。ありがとうございました。